て。すごーすごー。あー食べたい。うん。いや顔近づけんな。あー。ボンジュートゥルモンド。こんにちは、ケニチーズキッチンチャンネルです。さて今日は子供たちに大人気の大きな骨付き唐揚げ、夢のようなサイズのチューリップ唐揚げです。今回はもも肉を使ったやり方を解説していきます。さあ早速やっていきましょう。このように関節の部分で半分に切り分けます。切り分けた下ももの部分ですね、ドラムスティックを使っていきます。次に骨の周りに包丁を入れていきます。骨の周りに筋がついているのでこちらを外していきます。滑りやすいので指を切らないように十分に気をつけてください。このように包丁で剥がすようにして筋を見つけたら切り離していってください。次に骨を回しながら皮を切っていきます。こちら側にもたくさんの筋があるので包丁で切り離していきます。このようにすべての筋を切り離していきます。筋を全部切り離すと肉が骨から外れていきます。ここで気をつけてほしいのがこの細い尖った骨です。このように肉をずらすときに指とか手に刺さらないように十分に気をつけてください。食べるときにも危ないので取り除いていきます。これで完成です。筋も外してあるのでとても食べやすいですね。しかも皮をひっくり返していないので揚げるときに皮をサクサクになるまで揚げられます。あとはもし持ち手側の部分をもっときれいに処理したいという方はね、残り全部取るのもいいと思います。一手間ですがこんな風に取り除けます。では続いて味付けをしていきます。塩をしっかりめにしていきます。続いて黒胡椒ですね、こちらもしっかりめに。続いてスパイスです。ラセルハヌートです。クスクスなどで使われる北アフリカのスパイスです。もしこちらがない場合は代わりにクミンとかカレー粉でもいいと思います。続いてジンジャーパウダーです。フランスの生姜は辛いのでこちらの粉の方を使ってます。ニンニクをすりおろしていきます。ニンニクとても大事ですね、唐揚げをするときに。オリーブオイルもたっぷりめにかけます。手で混ぜて全体的になじませていきます。続いては小麦粉です。混ぜてなじませます。少し水を加えた方が小麦粉がよく絡まります。すいません、手違いでここで動画が途切れてしまいました。ではよく小麦粉が絡んだら油で揚げていきます。油は少なめで揚げ焼きにしていきます。
つの面が程よく揚がったらひっくり返します。4分の1ずつひっくり返していくイメージです。こまめに4分の1ずつひっくり返していきます。このように4分の1ずつひっくり返すことで少しずつ火が入るので柔らかくてジューシーな仕上がりになります。ステーキを焼くようなイメージで揚げ焼きしています。油に接している部分には火が入り、接してない部分には熱が弱まって緩やかに火が入っていきます。手間はとてもかかりますが、美味しく仕上がる揚げ方です。皮もじっくり揚がるのでパリパリになります。綺麗に揚げ色がついてきましたね。ここで仕上げに側面を揚げていきます。切り離した上ももの部分も骨を外して唐揚げにしました。一家4人分なのでたくさん揚げていきます。揚がりました。皮もパリパリで美味しそうですね。これでビールとか最高ですね。いや、絵になりますね。完全に自己満ですが。ではドレッサージュです。盛り付けていきましょう。子供たちの反応が楽しみです。見てみ、この唐揚げ、すげー、すごい、食べたい、うん、今食べたい、今じゃない、いや顔近づけんな食べるからちょっと待ってな、はい、持ってこー、美味しかった、美味しかったで食べてねえだろ、美味しかった真似か、はい、食べましょう、せーの、いただきます。美味しい、美味しい、食べてないでしょ、食べたよ、食べたよ、顔だけ食べたよ、でかっ、あそうね、子供たちすっごく楽しそうです。柔らかくてジューシー、しかもとても食べやすいです。ぜひ皆さん試してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。ボンジョーネ。